Hello, Mina-san. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamayoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. Anata no source for the online sports Gyanburu Gyokai 24-7. Kawashikawa, Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Sarede wa, here's your host, Kiyosaki Tamayoshi. 皆さん、こんにちは。The Bookmaker Podcast with 清崎民義をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎民義です。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私、清崎の視点からお伝えしているものです。まだまだ日本ではブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さて、今回第31回目の放送となるわけですが、まずはですね、スキージャンプワールドカップの嬉しいニュースが飛び込んできましたので、それをお伝えしたいと思います。フィンランドのクオピオで行われているワールドカップの団体戦の第5戦ですね。で、葛西紀明、竹内拓、佐久山健人、そして伊藤大輝で構成された日本は 935.4 点で2戦連続で3位となりました。銅メダルおめでとうございます。やっぱりね、まあ、冬といえばスキージャンプだなと私は思うんですが、中でもですね、ベテランの葛西紀明は個人の記録を次々と塗り替える活躍を見せるなど、日本のジャンプ陣は非常に元気があるなというふうに思います。そして24日に行われるスキージャンプのワールドカップの個人の優勝オッズがですね、早くもブックメーカーのマラソンベットから発表され、葛西は8番手となる26倍、そして竹内が10番手の46倍、伊藤が16番手となる126倍のオッズがついております。メダル獲得オッズというものもあるんですが、要するに3位までに入るかどうかというようなオッズなんですが、まあ、それではですね、葛西が 5.5 倍、竹内が 7.5 倍、伊藤が29倍と表彰台に日の丸が上がることが今回も期待できそうな、そんなオッズが発表されておりました。スキージャンプのワールドカップはまだまだ続きますので、ぜひ皆さんも見ていただけたらなというふうに思います。で、スキージャンプのね、速報をまずは、お話ししましたが、今回のポッドキャストはですね、まずはゴルフの松山英樹とですね、テニスの錦織圭の話題を前回に続いて行った後にですね、いよいよ28日に迫ったアカデミー賞の話題についてお話ししたいと思います。ブックメーカーが誰がアカデミー賞を取るのかというようなオッズを発表しているんですね。何もブックメーカーはスポーツだけがオッズの対象となるわけではないんです。この話はですね、この放送の後半でお話ししたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけたらなというふうに思います。はい、ではですね、まずは松山英樹のお話から始めましょうか。パワーランキング1位で米国男子ツアー3勝目の期待がかかって迎えたノーザントラストオープンに出場した松山でしたが、最終日に崩れまして、トータル8アンダーの11位タイでフィニッシュいたしました。3日目まではですね、十分優勝を狙える射程圏内にいた松山ですが、最終日によもやのオーバーパーとなってしまいました。とはいえですね、最新の世界ランキングではですね、順位を自身最高となる11位まで上げて、1998年の尾崎正史、ジャンボ尾崎ですね、以来の世界ランクトップ10入りが目前に迫りました。ちなみにですね、10位の南アフリカのブランデン・グレースとのポイント差はわずかに 0.1 ポイントなので、まあ、今週行われるザ・ホンダクラシックでの成績次第で十分にトップ10入りが見込めるのではないかというふうに私は思っております。で、今週の25日から始まる米国男子ツアーザ・ホンダクラシックですが、現地22日に早速ですね、パワーランキング、優勝予想ですねが、PGA の公式ホームページで発表され、
松山英樹は8位に名前が挙がっていました。今回のザ・ホンダクラシックにも世界ランキング上位者が目白押しです。パワーランキング1位にはリッキー・ファウラー、2位にはローリー・マキロイ、3位にはアダム・スコット、4位にはパトリック・リード、5位にはフィル・ミケルソン、ビッグダディですねと、トップ8を見ただけでも豪華な顔ぶれが揃っているのが分かります。その中でトップ10入りをしている松山はやはりただものではないなというふうに感じます。で、気になる優勝オッズなんですが、ブックメーカーの10bet、まあ、10という字にですね、bet、BET と、まあ、英語で書くんですが、がですね、23日に発表したザ・ホンダクラシックの優勝オッズによると、優勝候補の筆頭には、ローリー・マキロイで 6.35 倍、2番手にはリッキー・ファウラーで13倍、3番手にはアダム・スコットで19倍のオッズとなっております。注目の松山英樹なんですが、フィル・ミケルソンと並んで4番手タイとなる21倍のオッズとなっております。ね、先ほど紹介したパワーランキングよりも優勝オッズの方が上位に来ているというふうな格好となっております。まあ、前週のノーザントラストオープンで最終日に崩れてしまった松山ですが、スパッとここはね、切り替えてザ・ホンダクラシックではね、また優勝してくれるんじゃないかなと、そんな期待を持ちながら、私も見ていきたいなというふうに思います。なお、この、先ほど紹介した、ブックメーカーの10bet で、その他の選手のオッズなどを確認したい場合はですね、ブックメーカー情報局のトップページの右サイドバーに10bet へのアクセスページが準備されていますので、ね、ぜひ、こちらをご活用いただければ、大変便利なのではないかなというふうに思いますので、一度試してみてはいかがでしょうか。さて、次は、世界ランク6位の錦織圭です。日本時間の23日に開幕した ATP500 の大会であるアビエルト・メキシコ・テルセル、ちょっと長いんですがね、名前がで、早速1回戦を戦った錦織は世界ランク105位のオランダのデバッカーと対戦し、 6-0-6-3 のストレートで下し2回戦進出を果たしました。まあ、なんかこの辺はまあね、なんかもう、まあ順当にいったなというような感じがするんですが、驚いたのはですね、この試合時間なんですが1時間かかりませんでした。まあ59分で、まあ、終了してしまうというですね、まさしく圧勝劇で錦織は、幸先の良いスタートを切ったという形となります。昨年の同大会ではですね、決勝でダビド・フェレールに敗れて準優勝でしたので、今回こそは錦織は気合が入っているという、そんな感じがいたしますね。まあ、2回戦ではおそらく世界ランク43位でメンフィスオープンでも準決勝で対戦したアメリカのクエリーと対戦することになるかなというふうに私は思っております。今回の第1シードがフェレールなので、決勝戦ではぜひフェレールを破ってリベンジ V と2大会連続優勝を錦織には期待したいなというふうに思いますが、皆さんいかがでしょうか。ブックメーカーのですね、パディパワーが23日に発表したアビエルとメキシコテルセルの優勝オッズではですね、錦織圭が 2.52 倍のオッズで優勝最有力に挙げられております。2番手には昨年王者のフェレールで6倍、3番手には2014年の全米オープンの王者ね、決勝では錦織と戦いましたね、懐かしいの、マリン・チリッチですねが7倍のオッズとなっております。錦織の連続 V と本大会初優勝に世界の、期待が寄せられているようですね。本大会の詳細については、私清崎民吉の公式ブログであるミスターブックメーカー清崎民吉、これをアメブロで書いておりますので、ぜひね、一度、見ていただけたらなというふうに思います。さて、本日最後はですね、少しスポーツを離れて映画の世界を覗いてみたいなというふうに思います。第88回アカデミー賞授賞式がですね、アメリカラスベガスの、ドルビーシアターで行われます。毎年世界中の映画ファンが注目するこのアカデミー賞の話を、なぜブックメーカースポーツライターの私清坂がやっているのかと、疑問に思う方もいらっしゃるのではないかというふうに思います。なんとなくわかりますね、その気持ち。まあ、スポーツ関係じゃないやないかとですね、なんとなくこうリスナーさんの皆様からのザザーっていう声がね、
聞こえてきそうな感じがするのですが、まあ一方でですね、ブックメーカーとはですね、このアカデミー賞は実は関係があるんですね。なので今回こういうね、ちょっとアカデミー賞みたいな話もね、少ししたいなというふうに思ったわけです。じゃあそのブックメーカーとアカデミー賞がどう関係あるのかっていうことなんですが、実はブックメーカーはですね、このアカデミー賞の受賞オッズを発表してるんですね。例えばね、オッズが高い高配当を売りにしているブックメーカーのピナクルスポーツは、このアカデミー賞のいくつかの部門の受賞オッズを発表しているのでですね、ちょっとここでいくつか紹介したいなというふうに思います。まずですね、主演男優賞の受賞オッズではですね、レヴェナント、よみがえりし者で、主演を果たしたレオナルド・デカプリオが 1.013 倍のオッズで受賞最有力に挙げられております。もうね、この 1.013 倍とかいうオッズはですね、もうほぼ当確じゃないのというレベルですよね。ちなみに2番手にはリリーのすべてで主演を務めたイギリス人のエディ・レッドメインで 18.32 倍となっておりますね。最有力と2番手が非常に大きく、オッズの差があるというようなのが、特徴ですね。それからもう一つちょっと紹介しておきましょう。今度はですね、主演女優賞の受賞オッズではですね、カナダとアイルランドで制作された映画ドラマであるルームで主演を務めた26歳のブリー・ラーソンが 1.071 倍と、こちらも当確と言えるんじゃないかというオッズが弾き出されているようです。2番手にはブルックリンで主演を張った21歳のシアーシャ・ローナンで 10.71 倍のオッズとなっております。皆さんいかが、お思いでしょうか。まあ、主演に関してはですね、まあ、デカプリオとラーソンで決まりなのではないかと思ってしまいますが、ね、こればっかりはですね、最後まで蓋を開けてみないとわからないというのが正直なところです。例えばですね、まあ、同じようなこういうあのコンテストのオッズで言えばですね、ノーベル賞が毎年ね、こういうブックメーカーで、受賞オッズが発表されるんですが、この受賞オッズでもですね、毎年ね、発表されて、文学賞、ノーベル文学賞ですねの最有力にはですね、私たちの日本人の誇りとでも言いましょうか、村上春樹さんがですね、毎年最有力にオッズとして上がってくるんですけども、ことごとくその期待を裏切る結果となっています。ね、こんなことをこう見ていくと、スポーツの勝敗を予想するのとちょっと違う、なんかそういう感覚がね、なんかね、必要なんじゃないかなというふうに思いますが、皆さんはどう感じられますか。で、ピナクルスポーツではですね、このほか助演男優賞と助演女優賞、監督賞、そして作品賞のオッズが発表されていますので、ぜひピナクルスポーツのトップページからですね、まずスペシャルというものがありますので、そこからエンターテインメントでそれをクリックするとアカデミー賞、まあ英語で言うとアカデミーアワーズと書いてありますので、それをクリックすると今回のアカデミー賞のすべてのオッズをご確認いただけますので、ぜひね、アカデミー賞が発表される前にね、一度覗いてみてほしいなというふうに思います。特にですね、助演女優賞とかですね、作品賞はですね、比較的オッズがこう拮抗していますので、このあたりをどう予想するかなんて考えるのもですね、ブックメーカーの楽しみ方の一つではないかなっていうふうに個人的には思います。アカデミー賞は現地28日、まあ、日本時間の29日になりますが、に行われます。ちなみに、ワウワウですね、有料放送のワウワウなんですが、29日の午前9時から、生中継を予定しているみたいです。今年のオスカーは誰の手に渡るのでしょうか。ということで、今回の第31話いかがでしたでしょうか。ブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックしていただければなというふうに思います。そして何かお気づきの点やわからないこと、疑問など少しでもあればですね、トップページの右上にあるメールボタンが問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければなというふうに思います。またここではですね、このポッドキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしている
ポッドキャストの感想などもですね、募集していますので、ぜひメッセージをいただけたら、一層気合が入ると思います。よろしくお願いいたします。ブックメーカー情報局が配信する、ザ・ブックメーカー・ポッドキャスト with 清崎民義をお聞きいただきありがとうございました。ぜひ、ポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで、簡単完了いたします。もちろん無料です。そしてブックメーカーについてまだよくわからないので、もっと詳しく知りたいよという方にはですね、特にこのポッドキャストの第1話から第3話をまずお聞きいただけると、なんかね、もやもやっとしたことがすっきりするのではないかというふうに思います。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの何が面白いのかなどをですね、わかりやすく私、清崎が語っております。さて、今週からサッカーのアジアチャンピオンズリーグのグループリーグがスタートし、26日にはスーパーラグビー2016が開幕いたします。スーパーラグビーには日本代表選手を中心としたサンウルブズが参戦するなど、非常にこれから楽しみですね。そしてアジアチャンピオンズリーグ、スーパーラグビー2016ともにですね、ブックメーカー情報局の最新記事として、私は記事を配信しておりますので、こちらもねご一読いただければ幸いです。今週もリスナーの皆さんに幸あれということで、それではまた。 This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamayoshi aka Mr. Bookmaker. このコンテンツお気に入ったらぜひ Bookmaker 情報局を検索 or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Mini-san, see you next time.